西木部河内は奈良時代の助官。西木部内氏、西木部名部、西木名部と記され、名は河内、河内売とも表記される。聖は連。以下は15以上。天平8年の内市市長に西木部連河内と署名しており、連聖であることが記されている。天平商法3年正月、後見天皇が大極殿の難院に出業した際に、 客0の左官以上の者が、当家の縁を行った際に、歌頭、女寿として、同僚の忍ぶ会王の主と共に、外十五位下を授けられている。順任長の天平法事5年5月、光明皇太后の周期祭、友の笹ぐの牢により、外十五位上から十五位下に、少女されている。この時、西木部河内は、仏前で、内凶暴の下部を奏したものと思われる。 この天平商法から天平法事年間にかけて、内史廟部として、社教のことなどを宣しており、後見天皇の捧ぐうつしを修行にも関与している。天平商法4年8月、戦時により、花元行書30巻を代理に受けへし、同5年2月、戦時により、両画行を所写した。この時、内史とある。同年8月も戦時により、蔵東大寺市に命じ、 両画行を岡本院に返行した。この時、妙部とある。同年十月、戦時により、東大寺に宝聖だらに京を所赦した。この時も妙部とある。天平法寺七年、戦時により、笹ぐうつ氏を宗教書に命じ、日下げ京を東大寺、山品寺に受け行している。この時も妙部とある。小徳町の天平神を元年正月には、 藤原中丸の乱語の論功交渉で15以上に除せられている。その後、同京政権では何らかの事件に巻き込まれて、官位を剥奪されたらしく、公認天皇の放棄2年2月に本位の15以上に復位している。中期のないものは俗に本気による。ありがとうございます。